皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しくやっていきたいと思います。今日の最初のコースはこちら、初めてスピラン難易度簡単ということで、ツイッターで有名なポコニャンさんに送られているコースだったみたいなんですけれどね、ちょっと気になったんでこちらのコース遊んでみようかなと思います。クリア率は 0.00%、 85分の0ということで、最初のクリア者になれるように頑張っていきたいと思います。初めてスピラン、リュークさんですね。リュークっていうか、おお、はいはいはい、時間制限が短い。よし、20秒かな。とりあえず最初はバネに注意かな。はい、で、やばい、ミスった。これはもうダメでしょ。20秒制限でこんなに引っかかってじゃねえ。どうしようもない。よし、ドッツンが踏んでくれる。 OK。 で、このブラックパッキンが見にくいですね。4秒1秒。ドッツンの右側どうなってたかな。あそこ確認しておいた方がいいですね。行き止まり、違う、あれは行けるのか。よし、ゴールの右側確認終了。これはゴールいけるな。よし、ただ今のところでヒップキャンセルができないのがやっぱり上手い人と私の差ですね。これはいけるんじゃないか。やばい、でもこのバネ使わないでしょね。バネに弾かれてやられる。でもこれはゴールできます。よし、わざとここはもう一回、なんていうんだ、時間をちょっと使ってでも安全に行きましょう。あれ、そうそう、ここのブラックパックが見えにくいのでここ注意が必要ですよ。 OK、 これででももういける。 OK、 大丈夫だよね。はい、お待たせしました。ここが怖い。あのね、壁キックで普通に進んじゃうとブラックパックに突っ込むような配置になってるんで、しまった、トゲがあるの忘れてた。でもここで2秒あればもうゴールできるでしょう。こんなにでもやられるとは思わなかったけど、84分の0っていうほど難しくはないと思いますね。やばーい。よし、そこ多分富士孔明さんでしょうね。なんとなくそんな匂いがする。あの配置は引っかかりませんよ、もう。あれ、まあくそ、横ばいの上を抜けていきたいなともさっきから思ってるんですけど、なかなかできない。よし、84分の0ぐらいだと難易度は難しいに入るのかな、とても難しいに入るのかな、とても難しいに入るほど正直難しいとは思えないけれども、ここがやっぱり難しいのかな。でもな、もしかしてあの先にも何か孔明さんがあるのかな。じゃないとあのクリア率にはならないと思うんだけど。おい、今のところの縦バイン使わなくてもいいですよね。はい、ゴール。残り2秒残してゴールできました。難しかったのはスタート直後の横バインと、あと今最後落ちてくるところの横バインですね。やっぱり横バインはいやらしいということが認識が改めてされました。難易度的にはそこまで難しくなかったんでね、ベストタイム、まだまだタイム縮められる余地はあると思うので、よかったら遊んでみてください。初めてスピランクリアしました。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。大変お待たせいたしました。次はこちら、最終鬼畜ステージ、フランが作成、クリア率 1.5% ですね。ゆっくり黒猫、うまく言えなかった。ゆっくり黒猫さんという方が作られた、いや、フランさんが作られたコースのようですね。こちらのコース遊んでいきたいと思います。最終鬼畜ステージ、最近鬼畜っていうのがつくステージ全然やってなかったので、どんなコースなのか楽しみですが、はいはいはい、
ここは上に登っていけばいいの鬼畜だ。これはもうどうしようもない。なるほどね。とりあえずは上を叩いてここで待機するしかないと思うんだけど、どうすればいい？落ちてくるのもって、ここはもう被弾ありきなのかな。ゴリ押しで行っちゃった方がいいのかな。うわ、何かある。あ、まだ上にもガリガリがあったのか。で、ちっちゃくはなっちゃうよね、これね。はい、はい。で、なんか、奇跡的に、今のところ抜けられたけど、次はもうねえな。抜けられないな。クリモンさんは始末していこう。あー、惜しい。今の、いけたかもしれない。OK! でっかいまま来れた。これは大きい。ファイヤーのまま行くのはちょっと無理臭いよね、あそこね。いや、のこのかたってもしょうがない。で、ここはクリボーを全部処理する。安全第一。はい。ワールドじゃなくて、ユーのスキンだと、なんだっけ。クリボンじゃなくて、クリボーでいいんですよね、確かね。はい、お邪魔しますからの、次は。あー、やばいやばい。確認したらうまく逃げたいな。キノコだ。逃げなくてよかった。ありがとうございます。中間ない？中間どっかに隠しアイテムとかもない？あったら嬉しいんだけどな。孔明さんっていうわけでもない。こういうところにはだいたい隠しはない。まあ、やっぱり確認はしておかないとね。はいはい、パックン城でスピンで、あ、今のところ上怪しい。はい、で、どうしようか。あ、上はダメか。これでいいのかな。どうすればいいのか。上行けそうな気もしたけど、まあいいか。はい、一回バーナーを待っていきましょう。やっぱりスタート地点がやったら難しかったけど、その先はそうでもないかな。今のところこれは落ち着いて踏んでいく。はい、チョロップは大嫌いなんで早めに処理していこう。で、あー、やばいやばいやばい。あー、ゴールじゃないのか。まだ土管か。で、ボスじゃないの。ここはどうすればいい。どっかにないの、抜け道。どうすんの。これはできるだけ多分叩いていった方がいいんだろうな。あー、嘘だー。こんなところでやられるのは痛いな。で、こっからかー。そうだよな。やばい、これはやり直そう。一回待つの忘れちゃったな。あ、そうか、わざわざブラックパックに出してやる必要ないんだ。これできる。これでファイヤーマリオのまま来れた。これは大きい。なんで今までわざわざブラックパックに出してたんでしょうね。あんなの出す必要ないじゃないか。そうだそうだ、うまくやれば今のところもファイヤーのままいける。なんか自分で難易度上げちゃってたのか。どうしようもないな。ここはゴリ押し突破しよう。この先にキノコがあったはず。これキノコ。ここまでキノコで来れてたらファイヤーとかになってたりするのかな。で、この先の難しかったのはベルトコンベアのところだね。そこまではまあ別に難しいというものはなかったような気がします。ここは出していっちゃっていいよね。当たるかな。なんでここで当たるかな。ここで当たっちゃうとこの先のなんだっけ。やばいやばい、行き過ぎた。これは調子に乗ったやつを懲らしめる。ファイヤーバー叩かない。断末早く来い早く来い。
オッケー、ここの抜き方はもうあれでいいですよね、問題ないと思う。よし、ファイヤーのまま来れたぞ。これならクリボーを倒すのも簡単だし、この先も安全に抜けていける。で、ここはどうなってんだろう。キノコなのか。結局キノコは変わらないんだ。で、なんだっけ。あ、でもな、この先、そう、これが いるんだよね。ほらほら、結局ここはファイヤーマリオじゃ抜けられないでしょ。ということで、やっぱりデカマリオにはなっちゃうんだな。でもやっぱりちっちゃいのよりはだいぶいい。で、ここでさっきやられちゃったんで調子に乗らないように。で、チョロップエリアがあるんだよね。チョロップは大嫌いなんで、落ち着いて処理をしていく。行く。まだいる。まだいる。まだいる。で、ここでちっちゃくなりたくないんだよな。あー、取っちゃうか。もうちょっとギリギリまでやればいける気もするんだけど、これ多分いくつかは出さないといけないと思うんだな。ということで、いきますよ、今度は。OK! どうすればいい？あー、怖えー。え、あそこの土管は入らなくてももしかしてよかったスタイル。よくあれどうやって抜ければいい？これ無理ゲーでしょ。うわー、今だ、いっただろう、ゴール。オッケー、きたー。なんだ、あそこを上隠しブロックを出しておいて土管に入っていかなきゃいけないのかなと思ったけど、そんなことはなかったんですね。というわけで、最終鬼畜ステージ、ゆっくり黒猫さん&フランさん作成クロスクリアいたしました。ありがとうございました。というわけで、今日のマリオメーカーはこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画もぜひ遊びに来てくださいね。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。